湯原温泉は、岡山県県北の真庭市湯原温泉にある温泉。温泉シナニア区や環境問題、町づくりに地域として力を注いでいる。野口当人による、諸国露天風呂番付で、西の横綱にランクされた、砂湯で知られる。また南にある市も湯原温泉、足温泉、新河温泉、豪緑温泉との5つを総称して、湯原温泉号とも称される。 湯の子温泉、奥津温泉とともに、未まさか湯と呼ばれている。源泉温度は40摂氏44.9度15箇所の源泉があり、推定毎分6000リットルの豊富な湯量がある。特徴的なのはこれらの泉源がべて自噴泉である。近隣の放棄大山や昼前火山のマグマが熱源となっていると推定される。老舗旅館、油屋。 映画千と千尋の神隠しに登場する同盟の旅館のモデルの一つにもなった。名泉左右湯原ダムの下流、旭日川沿いに温泉街が広がる。湯街を流れる旭日川の河川駅に3つの河川、公園駐車場があり短時間なら無料で駐車できる。また管理人駐在の支援の駐車場もある。湯街には共同露天風呂や日帰り入浴施設、貸切露天風呂、 食堂などの飲食店や、昔ながらの射的や、ガラス工房、土産物店、温泉ミュージアム、半崎センターなどがある。また旅館ホテルの施設も日帰り利用者に、開放されており、エステや、アンティークオルゴールの演奏が聞けるホテルの喫茶や、屋内や死湯で、イートインできるパン屋さんなどが日帰りでも利用できる。また温泉街のエコ活動や温泉環境を、 配食用油を燃料を使用した英国リ理無人のロンドンタクシーでガイドするエコツアーも行われている。湯原の地名は湯の原または湯の河原から呼ばれるようになった歩道で湯外の中上流域の河原の部分からはどこでも湯が湧いている。現在利用されている温泉はその一部だけでほとんどは未利用のまま川に流されている。 河原に遊歩道及び駐車場が整備されている。基本は当時、保養、療養向けであるが、場所柄、山陰、山陽の行楽拠点としても重宝され、落ち着いた湯害の風情は、観光地の売りの一つである。湯原温泉を代表する名所で、湯原ダムの下にある巨大な共同露天風呂、砂吹き湯、砂湯。川底から砂を吹きながら温泉が湧いていることから砂。 不朽の名称で呼ばれるようになった。足元紛失源泉露天風呂である。旅行作家の会代表の野口当人が、日本温泉協会発行の温泉市場に1977年に発表した露天風呂番付において、西の横綱とされる。川の中にあるお風呂ながら、住民により管理され無料で開放されていることが、横綱の評価となった。この砂湯は、 湯原温泉の古代からのお風呂の様子を唯一残す、もので市の文化財として指定されている。ここでの入浴は混浴である。なお、管理する湯原町観光協会では、誰でも楽しく利用できる、露天風呂にするべく今後は、東浴着または、水着の着用を進めている。女性の湯あみきは、旅館や観光協会で貸し出している。また男性は、現在、 湯み幹を開発中である。当面は、タオル等を前で下半身を隠して入浴して、いただく様お願いしている。現在、砂湯付近の環境整備を行っているが、整備完了後、湯み幹、または、水着着用を徹底していく方針。砂湯の温泉は、透明度が高く混浴であるため、タオル、手拭いなどを湯船につけることは、問題ない。 足湯温泉街には5カ所に足湯がある。砂湯の待合、温泉街中央、手湯足湯、鈴見の湯、河川公園、湯街下流域の対岸にある、ゆったり広場の4カ所は、無料で開放されている。湯街中央部のパン屋さんの2階には、イートインで食事も楽しめる屋内の足湯もある。また砂湯手前には単独の手湯がある。道の駅の露天風呂。 下湯原温泉、ひまわり間砂湯が混浴でオープンな環境にある、ため、女性が入浴しづらい状態である。それを補うため、2km 下流の下湯原温泉に、男女別の有料で管理人なども配備された、露天風呂が、平成10年にしつらえられた。男女それぞれの浴槽は、岩風呂で全体として砂湯よりも広い。駐車場のすぐ横にあり、 道の駅のような施設も併設され、食事や特産品の売店もある。また、ここにはペット専用の露天風呂もある。ダムの下流域に宿泊施設が約20軒を連ねている。いずれも湯原町旅館共同組合や湯原観光協会に加盟している。収容力は全体で約2000人程度である。商店も同じ地域に集積している。 湯外には、岡山県の三大河川の一つ朝日川とその支流の、束根川が流れる自然豊かな環境にあり5月から8月に、かけては、カジカガエル鳴き声が温泉街全域で聞こえる。また川の環境改善で始めた EDF 事業の成果でホタルも増えつつある。ハリマの名札、諸舎山縁教授の瞑想を、昇空商人が10秒で倒れ。 その時夢枕に天道が現れて、この湯を暗示したという。将空はその地に赴もき、平湯。それ以後、薬湯として、広く知られるようになった。また、豊臣政権の御大老の一人である、浮田秀家の母道が病を癒したと言われ、そのご礼に、秀家が浴室を修繕したという逸話もある。しかし、地元歴史研究官によれば、それより以前、 周辺でたたら製鉄が盛んになり出した弥生の中期頃からそこで働く者たちの当時に使われていたという話がある。実際、湯貝の河原は地熱が高く風呂ばかりでなく、陶器には小屋を作りここで冬の寒さをしのいだことが容易に想像できる。そのような状況から有史以前より自然に湯場として利用されてきたと思われる。1944年に、 湯原町が湯原かじかがえる生息地として生息地が国の天然記念物に指定されている。奥津温泉、湯野郷温泉とともに古くから三朝か三湯と呼ばれている。米子自動車道経由で車で5分の開通に伴いアクセスが向上。中国地方や関西の奥座敷として温泉街の規模が拡大した。昭和31年6月15日。 湯原温泉郷が国民保養温泉地に指定。湯原温泉郷は湯原のほか、豪緑温泉、足温泉、新河温泉、下湯原温泉が含まれる。いずれも国民保養温泉地の指定を受けている。足、間川、複数の旅館が見られる。昼前高原、大山、中国地方一番の名枠、看馬の滝、のれんの町、勝山町並保存地区、鳥取。 花回廊など観光、レクリエーション地がある。車での移動なら、高速道を利用して、倉敷市の倉敷美館地区や岡山市の後楽園まで80分、津山市の集落園や鶴仙公園まで40分、山陰の境港まで70分程度、鳥取砂丘まで90分で移動できる。ありがとうございます。